はい、こんにちは、ペソでございます。スーパーファミスタ続きやっていきたいと思います。8回戦に入るんでしたっけね。ということで、ヤクルトから選んだらよかったのかな。36試合目だから猪俣さん、ああそうですね、阪神ヤクルトということですね。あ、大きい大きい、これは先頭打者ホームラン。猪俣さん、これがあるんですよね。多分発敗してるうちの半分ぐらい責任投手猪俣さんじゃないかな。打ちないんだよね、これがまた。好調の時はね、素晴らしく落ちるんだけど。ああ、古田さんが4割目前だ。ジャンプしちゃった。ギャンブルフォーク、よいしょ。なんとか、先頭打者ホームランの1点に抑えましたね。さあ、和田さん絶好調ですね。3割バッター、あー、これはバットの根っこでしたね。復調したカメちゃんですね。また3割乗せてくれました。あ、これは今度は先っちょですね。で、逆にちょっとね、一時3割4分5分まであったんだけど、調子を落としてきたのが新庄さん。今のもいい当たりだったんだけどね。ということで、あっさり三者凡退。インサイド投げとけばほぼほぼ打ち取れるけど、はい、ナイスプレー。ヤクルトの、ね、打線の穴は、まあ、この2人が当たってないことですね。池山さんと畑さんがね。あ、これはおととり石嶺さんが足遅いから届かないんでね。で、ハドラーさんってね。ああ、いい当たり。この前にいたね、パリッシュさんはね、ワニを食べるっていう人でしたけどね。あの、ハドラさんはあれを食べるんですよね、土の中にいる生き物ね。ああ、サード投げた方が良かったな。まあいいか。危ねえ危ねえ。ファーストがラッキーでどうしようかなと。さあ、好調になったオマリさんね、また5割乗せたいですね。これをホームラインできるかすごいね。好調だと。ああ、今度は落ちたね。さっきのは落ちないスローボールだったけど。ああ、インサイドか、しまった。
これは、間に合わないね。セッキーがね、調子落としてきたね。4割バッターだったんだけどね、3割3度までね、落ちてきたんですよね。まあ、通常のペナントレースだったらね、全然優秀な状態ですけどね。これは痛い、ゲッツー食らっちゃった。ただしオマリーさんのホームランで同点に追いつきました。2回裏、これはキャッチャーフライ、よし、おい、富士山ダメでしょう、打率上げてしもうたらな。もうちょっとギリギリでね、飛び込まないといかんかったね。危ない、もうすでに6安打打たれますね。富士さんはね、8番だからこんな調子でいいんだけどね。まあ、たまに出てくれればね。さあ、送るか。肩がいいんだよね。ドランで良かったですね、結果的には。正解でしたね。さあ、カメちゃんで打点決めたい。惜しい。これは切れるか。詰まっちゃったね。インサイド入ってきたな、思ってた以上に。さあ、均衡した試合ですね。1-1のまま4回表ですね。あれ切れた。もう一応いいんだよ、で外へ。そうそう、包丁扱いだからね、気をつけないと。ギャンブルフォーク、落ちねえ。裏は新庄さんからですね。この辺か。詰まった。今のはしょうがないね、引っ掛けちゃったから。タイミング合わなかった。あれ何してんのかな。正直言うと今のはね、ライトゴロをちょっと狙ってたんですよ。で、取れるかなと思って。
でやったらああいうちょっと結界になっちゃったんですけどね。いやお恥ずかしい。ギャンブルフォーク。いや落ちない。オッケー。もうちょっといい当たりねしてくれると。ああこれだ。ああでもこれはねいいとこ置いちゃうもんね。あ、これはいい。うん。セキらしいヒットね。まあまだね、下ろしたくないからちょっと我慢ですね。なかなかね点数が取れない。危なー。落ちろ。 OK。 広沢さんが似合うんだ。なんとか3つ目はね抑えましたね。おい、負けじとね。ただまだ4安打いっても寂しいよね。さあ6回裏トップからですね。ああこれはいかん、あげちゃった。いい当たりでレフトオーバー。ああ間に合わない。走れないんですよね。古田さんが硬いすぎるからスローボール期待。ああよかった、ギリギリ間に合った。ほいチャンス。おお危ない。完全に今裏かかれましたね。外の球かなと。インサイド来た。あーオッケーオッケー、いけるいける。おー宇宙界のスリーベースでしたね。タイミングは合わなかった。これはいったでしょう。あたりは飛ぶんだけどね、石峰さんも。ここ、ああ、先っちょか。落ちる。ただし2点追加、3対1になりました。今のはねファインプレーしなくても多分取れてたんだけどね。おーいい当たり。あーこれは最初の方もね、第一打席もこんな球打たれましたよね。あー入らない。進塁打を防ぐのは大事ね。よし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 、よく抑えた。はい、
はい、ラッキーセブン下位打線ですね。突き放したい。いわゆる人工芝ヒットってみたいな感じですね。あー、げちゃった。はい、代打いきましょう。もちろん真由美さん。よいしょ。ここはジャストミートしてれば、あははは、タイミングが分かった。今度は落ちるのね。よしよし、ラッキーセブンね、2点追加して5対1になりました。ピッチャーリリーフはもちろんカクリさん。もう速球で押していきゃね、いけるっていうのが分かったんでね。2回限定で、いい感じで落ちるフォークね。ほい、3打目。皆さん一発欲しいね、せっかく好調なんだからね。タイミングが合ってないだけで。速球か。はい、振り遅れでしたけどね、ライト線にいいヒットでしたね。おお、今回は落ちる。ああ、これはファーストへの、いや、間に合わないか。正しいヤギさんのファーストゴロの間に追加点。ですからね、隔離さん続投させてますよ。はい、あー落ちなかった。
他球場、広島と巨人が勝ちましたね。ということはマジック1個だけ減るんかな。まあ終わってみれば12安打ですね。新井さんとハウエルさんを抑えてるのがね大きかったかな。畑さんにだけ3本打たれちゃったけどね。こっちは猪俣さん以外ね、先発は全員安打ですね、ピッチャー以外。はい、ということで勝敗表ですね。言ってた通り広島が勝ってるのでマジックは1個減らして5ということですね。では今回はここでお開きです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。